検討されてる方が結構多いんですよね。宅建師相原と申します。この動画は不動産や小田原の難しい事柄事象などを噛み砕いて解説します。今回は年金で住宅ローンを組めるのかについて解説します。今不動産を買うというシチュエーションになる、まあ、当然、まあ、新しい家族結婚という形もそう、就職という形もそうなんですが、まあ、当然こういう今挙げた事例に関しては20代30代という方が中心になる住宅ローンという形になるんですが、実はですね、年齢を重ねて、私は今年で50歳、私の先輩方60代そして70代になってですね、不動産を買うとご検討される方が結構実際多いんですね。そうするとその方々常々ご相談を受けたりする、私ども仕事の中で受けたりするときにですね、よく聞かれることがあります。それが今回のメインテーマになります。年金で住宅ローンを借りれますかという質問を受けることが結構多いんですね。でこれはまあ借りれるか借りないかってことに関して、まずまあイントラクションとして言わせてもらいますと、可能性は十分あります。これはもう大前提ということ、まあ、その真髄のところはまた後ろ側で説明していく形、まあ、サムネイルなんか見てるとですね、まあ、一つのキーワード答えヒントが出てるかもしれない形なんですけどね。ではまず一般的な銀行金融機関さんにおける住宅ローンを組む場合に、年金原資、年金今もらってるんで、この私住宅ローン借りれますかということを相談した場合どうなるかということですね。結論から申し上げますと、ゼロではないですが、限りなくゼロに近いというのが正直なところですね。実は今回の動画を撮る前に、何件かの金融機関さんに対して、同様の質問をさせていただきました。そうするとまあうちは借りれますよと、もう明々白々に言っていただける金融機関さんは正直ございませんでした。でじゃあなんで当然借りれないのかということになるんですが、この年金というもの自体、金融機関さんの考え方ですよ、こんな不安定な収入源はないって言い切るんですね。公的年金だから国からもらえるもんだから、こんな安定した収入ないじゃないかと思われる方結構いらっしゃると思うんですけど、金融機関さんの考え方というのはですね、あくまでも年金というのは生活費、ご飯の食事代だったりとか電話代だったりとか衣服代だったりとかっていう生活費に使うものであって、不動産に使うものではないという見解なんですね。私でもその言葉を言った時にですね、ちょっと食ってかかりましてね、いや衣食住っていうぐらいですから、住居にお金かけるという意味合いであれば、当然それでまあ年金ということをまあ俯瞰するということは別に当たり前じゃないですかと話をしたんですね。そうしたら、不動産を買うということになれば、当然それは資産ね、いわゆる貯金だったり貴金属だったりと同じような形で資産としてお金を活用するという意味合いになる。だから基本まあ正直に言えば、年金生活する場合であれば、既存に家を持たれているんであれば、そのメンテナンス費用として年金を使う、または持っていない方に関しては基本的には賃貸でということで、その年金を消費してくれればいいじゃない、あくまでもそういう、まあ、いわゆる不動産を買うという趣旨目的では年金支給していないというのが金融機関さんの考え方なんですね。当然じゃあ全くそれが認められないかというと、そういうわけではないという金融機関さんもありました。それはじゃあ何かというと、やっぱり支給金額ということになるんですね。まあ年金、まあ僕らの先輩方の分の方の方が当然お詳しい部分 もちろんある。私も一応 FQ を持ってますので、知ってる知識の中で申し上げますと、年金というのもいろいろなまあ枠組みがあります。まあ当人が、まあ国から入る年金だけじゃなくて、公的年金だけじゃなくて企業年金という会社が与えてくれる年金というのもあります。あとは、いわゆるもうこれはだいぶ少なくなりましたけど、戦没者、まあ戦争にね、自分のご家族だったりが出られたことということで、それに対しての慰労という形の年金ももちろんある。障害年金という形もある。一概年金といってもですね、あとは奥さん、まあ旦那さんが働いていて、その奥さんにもフォローされるという形の年金というものももちろんあるわけですね。年金といってもいろんな番組があるわけです。だから一重に年金という言葉だけ言っても、個々それぞれによって当然その金額というのが上下しているっていうんですね。
で加えてもしご主人さんがお亡くなりになっちゃって奥さんが年金で原資で、まあ、住宅ローン借りるとなれば当然その金額は少なくなっちゃうわけですよね。年金というものはやっぱり生きていればこそ、ちょっと厳しい言い方ですけど生きていればこそまあ支給される、それは家族であってもということになる。やっぱりそういう部分を見るとずっと通年して安定している収入だと金融機関さん見ないケースがあるんですね。ただ取りまとめて、あとその支給の形態などを見て、これは十分その 年金の部分が収入として合算できると金額のラインがあるそうです。でこれ明明白白いくらですかということも聞きました。だけど、まあ正直と一致に3カ所の金融機関さん来ましたけど、明快にこの金額ですということは言いませんでした。これは当然窓口でその審査をするんではなく、その後ろ側にある信用会社、まあ要するに審査をちゃんと担当するセッション会社がありますんで、まあそこが判断するんで一概に言えませんよという言い方をしました。でこれは別に年金ということではなくて、一般論として、一般論ですよ、一般論として言うと、我々が就職仕事していて、まあ住宅ローン借りたらどうですかという形を言う年金、まあ収入合算ですね、全体収入合算のライン、最低ラインがあります、まあ、大抵我々は300万だったりとか250万だったりします、まあ、後ほど話もしますけど、まあ、課税納税証明書を見て一番大きい金額自体が今言った250万ない300万ということを超えていれば、金融機関は審査に通す可能性はあると思います。通りますとは明言しません。受け取る可能性は十分あると思います、まあ、当然それだとしても年金ということであったらうちは住宅ローンは受け付けませんよという会社も結構あります。で、勤めてこの相談をずっとしていくとですね、金融機関さんは何言い出すかというとですね、じゃあその今検討されている方は何かパートとかアルバイトとかしてませんかという話になるんですね。あの一般的な金融機関さんの部分の年金の取り扱いっていうのは、まあ、プラスアルファという意味合いがあるんですね。例えばパート100万円していて年金が200万円あって合算すると300万円、こういうものに関しては住宅ローンを受け付けてくれる可能性は十分あります。まあ僕からすると年金よりもパートで働いてる方がよっぽど不安定な収入じゃねえかと思うところはあるんですけど、勤労しているということ自体の方が金融機関さんに関しては十分それが担保評価として、要するにお金貸そうかなと思う評価になるということ自体が分かることなんですね。だからそれはコンビニのアルバイトでもいいですしね、まあ公的機関、まあそういう部分でのパートでもいい、まあせいぜい本当のことを言うと110万120万、まあ月ベース、まあ総支給10万以上の収入があるという形になれば金融機関さんは十二分にそれを加味した形で、住宅ローンを貸してくれるという可能性に出てくるわけですね。さあじゃあもう年金ある人はダメか借りれねえか思ってる方いるでしょう。大丈夫です、切り札があります。それはもう表のねタイトルサムネイルを見ていただければ分かると思います。そうですね、まあ少し住宅ローン分かってる方と思えばその答えが何かと分かってます。そうです、フラット35です。このフラット35というのは昔の住宅金融公庫、これがまあいろんなトラブルを起こして新しくなって、住宅金融公庫でない新しい名前でやっているお金を貸す、まあ、国が半分そして公的が半分という形の部分の、まあ、いわゆる住宅をみんな買ってくださいよという支援する、まあ、半公的というんでしょうかね、半官半民というんでしょうか、そういう組織があります。これが提供しているものがフラット35です。まあ、フラット35のフラットというのは一般公募して決めた名前なんですけどね、35は35年間、まあ、50だったりリバースだったりいろんな商品体もまあ提供している会社であることは事実なんですけど、フラット35に関しては年金は収入として考えましょうということで、これは住宅ローンを審査するテーブルに間違いなく載せてくれます。なので皆さん年金で住宅ローンを借りたい方はまず第一歩に考えてほしいっていうのはこのフラット35なんですね。ただフラット35借りる場合に関しては金融機関取扱い、これは銀行の場合もあるし一般のそのフラット35代理店という場合もあります。いわゆる金融機関でなくてもこのフラット35と商材を扱っているところがあります。まあ恐れずいえばある日さんとかね、有名なところはそういうところをやってますけどね、まあこういう形の部分で会社ごとに手数料そして金利、これが違います、バラバラです。
だから A 銀行さん、B 銀行さんで同じフラット35という商品があってもですね、金利と手数料がバラバラというのがこのフラット35の特徴です。まあ、いわゆる電化製品のオープン価格と同じで、まあ、オープン価格だとですね、A 電気店、B 電気店、C 電気店、インターネットとなると、これ全然価格がバラバラですよね。仕入れた、取り扱ってるその店舗によって値段を決めているという形。このフラット35っていう商品自体もそうなんですね。あるところは金利1%、こっちは2%、3%。まあ、そう考えれば 1% 使えばいいじゃない。いや、でも 3% の方は事務手数料0円です。1% 事務手数料取ります。あと他のいろんな手数料も取ります。なんてケースもあります。だからあくまでも総額でいくらかかるかということを注目しなきゃいけないというのがフラット35の使い方です。当然、アフターとかね、サービス、事務手数料は0円だけど、関係書類は全部お宅で取ってくださいよなんてケースもありますから、これはやっぱりいろいろ見どころがやっぱりあるわけですね。その辺は逆に言うと、購入する時の不動産会社、仲介会社の不動産会社などともいろいろ相談するというのは一案だと思います。さあ、そうすると当然年金を使って住宅ローンを借りられるという形であれば、当然フラット35、じゃあ35年でこの期間で借りるとはいかないわけです。当然ゴールの年数が決まってるわけですね。大抵は80歳になる前日までという形の期日になる。確かフラットはこのぐらいだと思うんですけど、一般の金融機関の住宅ローンは大体80歳になった日にはもう完全に完済してますよという形しか組めないというふうになっている。その年数に合わせて、だから5年だったり10年だったり15年だったりというのが大抵組む年数自体になるのかなと思わせるところですね。それでここに、私数字間違い、もし仮に、年金の支給額がトータルの金額、これは市役所等行っていただいて、あとは公的か、年金定期便とかにも書いてあるのかな。ちょっとこの辺私もわからないところなんですが、一番確実なのは我々が言われた場合、行く場合は役所に行って、課税証明、そして納税証明という証明を持って、そうすると年金の総額が出てきます。一番多い金額が200万円の場合、300万円の場合、これスーパーを出しています、先ほどからね。この金額がいわゆる借りられる金額のマックスという、いわゆる目安です。当然ね、金利だったりという部分の数字の部分があります。そういう部分があって、この金額のものが絶対買える、ここに200万、ここに500万って書いてあるから500万買えるかって、そういうわけでもありません。これあくまでも目安、細かい数字も精査してませんので、カットした形で数字で、これあくまでも目安として書いてあります。もう一つは、不動産購入する時というのは本体価格以外のお金というものもかかります。我々の中、いわゆる出馬代、いわゆる仲介手数料だったり、あなたのお名前前に謄本を書き換える、法務局が持っている不動産の謄本というですね、台帳にあなたのお名前入れるという部分に関してのそういう事務手数料だったり、あとはそうですね、納税証明取ったりとかですね、いろいろなそういう諸事情、当然住宅ローンを組むとなれば、住宅ローンを組むための手間代というものもかかります。これを全部一括して見てくれるかくれないかというのもポイントです。見てくれない場合はどうなるかというと、こっちがフリーローンになったりします。当然ね、この事務手数料分ぐらい手持ちのお金がありますという方自体であれば、当然その方が重要になります。で、逆になければこの辺は、じゃあ借りなければフリーローンでなんていうケースなんかも実際あるわけですね。あと逆に言うと、このぐらいの金額出せませんかということ自体をフラットの場合でも皆さん聞く場合があります。全くの0円で、若い世代はね、ある程度お目こぼし、マルガリータという形で全部借りちゃうっていう形はあると思うんですけど、高齢者の場合だと全くその0円でということに関しては、引っ越し代もないのっていう形になると、やっぱりイメージ、評価、そういう部分に関しては悪いんで、審査に影響出るってことは実際あります。預貯金いくら持たれてますかとか、保険何か入られてますかとか、そういう形を聞いたりというケースもあります。もう一つは、健康状況の確認ということもよく聞かれます。いわゆる僕みたいな高血圧、糖尿病だったり、いわゆる目、肩、腰だったり、そういう部分のいわゆる身体的な、やはりちょっとご不安がある部分。なんでこのご不安がある部分だとマイナスになるかというと、もしお仕事、年金がない場合だって、あと、だんだん家賃が払えなかったらお仕事しなきゃいけませんよねと。その時に目がやっぱりなかなか調子が悪くて、肩の調子が悪くて、腰の調子が悪くてなんてなると、やっぱりじゃあ働けませんよねっていうこと自体で評価が落ちる、そして審査が落ちるという部分のケースがあるそうです。これは実際若い年代、20代、30代といえども、住宅ローンでは審査を落とす経緯になります。状況の飲んでるお薬によっては診断
書をつけてくださいよなんてことを求められる場合なんかもあります。まあ、この辺のことに関してまず住宅ローンの審査の流れの部分に関しては別個動画を上げています。あとあなたがいくら収入あると何年間でいくらの物件が買えるかということ自体、この動画も2本3本上げております。タグを上に貼っときます。下の概要欄にも貼っときますんでね、合わせて関連で見ていただけるとなるほどなという形で思います。でということでやっぱり年金で住宅ローンの部分を組めるかって組めます。ただはっきり申し上げると1000万2000万っていう桁が一つ上の感じのお金はなかなか借りれないと思います。じゃあどういう人が買うかというとですね、これはよくあるケースを正直に言います。犬とか猫とかを借地屋で借りてて、アパートで借りててバレてしまって、もうこの猫とお別れしたくない、ワンちゃんとお別れしたくない、この庭木とお別れしたくない、だけど親戚皆さんそういうところにもなかなかお願いしますという形も言い切れない方々が、じゃあもうそれなら買っちゃえという形で家を買うというケースが実は結構多いんですね。で実はもう一つあるのは60代70代になってからの結婚です。またそんなこと、何じゃあ60代70代でもマッチングアプリピッピやってそれで結婚か。そうなんですよ、本当にマッチングアプリで60代70代で結婚して、じゃあ最後の次の住処だって言って家買うってケースって今全国的に増えてるんです。だからさっき言いました収入合算、何の収入合算か分かります？そうです。一緒に住むカップル、ご夫婦、この2人の収入を合算して、それで家を買うんですね。そうすると200万足す200万の年金でも、例えば400万になるわけですね。そうするとこの400万と金額のさっき言いました住宅ローン審査見ますよという部分の最低ラインの300万以上超えてきるんで、じゃあ貸しましょうかという話になる。じゃあそんな形で家が買えないかとなると、当然我々第一ハウジングのホームページもご覧ください。全国のホームページご覧ください。そしてスーマアットホームホームズみたいなああいうポータルサイト見てください。物件は良し悪し別にしますよ、良し悪し別にすると中古の物件であればあるんですね。結構マンション買われる方が僕の経験からすると多いですね。やっぱ管理人がいるとですね、何かあった時にすぐこう人が来てくれる。老人ホーム住むほどそんなにハイブローじゃないって時には、中古のマンション買われてご夫婦老夫婦でっていうケースっていうのは実は多いです。なのでそういう部分を鑑みながら60代過ぎてもということ自体もぜひね、マヤミキさんじゃないですけどね、諦めないでっていうこと自体をね、ぜひ皆さんにお伝えしながらという形にしたいと思います。というわけでこの不動産噛み砕き解説シリーズは、不動産や小田原の難しいことから事象などを噛み砕いて解説します。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。まあ、私シニアなんだけど、こういうね形で不動産以外買ってみようと思うんだけど、こんなトラブルが、こんな問題が、こんな相談事がなども、ぜひね下のコメント寄せてください。もし内容によりけり精査しまして、よければこういう形で動画で上げたいと思っております。宅建士相原祐介でした。